はい、サポート隊員、応援していただいている皆さん、今私はレゾリュート、におります、明日の飛行機の予定でですね、ケープディスカバリーというカナダの最北端に飛んで、そこから、北極への冒険がスタートする予定です。ただまあ天候次第なので明日飛行機が飛ぶかどうかっていうのはまだわからないんですけども、全ての準備はもう終わって、あとは出発するだけという状況です。まあ、レゾリュートはですね、まあ、ご覧の通り小さい町なんですけども、まあ、昔から冒険の拠点となってきた村ということでですね、今ここにも、他の北極点を目指すチームが何体かおりまして、みんなでワイワイやりながら準備をしております。私もだいぶ、他のチームと一緒ということもあってですね、緊張感も高まってきて、なんていうかこういよいよ始まるなというちょっとやる気とちょっとした恐ろしさといろんな、気持ちがごちゃ混ぜの状況です。明日スタートが飛行機が飛べば明日スタートの予定ということで、あとは頑張って50日間死ぬ気で北極点まで歩いていきたいと思います。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。